どうもおはようございます。大チャンネルです。じゃあ今日はですね、1月28日の、土曜日ですね、土曜日の、浦和レッズ戦ですですね。まあ今日は広島では広島では今日花火大会と、あとカープの試合と、あとサンフレッチェの試合があるらしくて、はい、僕はまあサンフレッチェ行くんですけど、フメックスさんは花火大会に行くとっていう感じです。でまあ今日はですね、サンフレッチェの試合でもハーフタイムに花火が打ち上げられる らしいので、まあそれも楽しんで、今日はまあ暑いですが、しっかり水分気を取って熱中症には気をつけて応援したいと思います。まあ今日ですね、浦和レッズ戦ということで意外と車が多いですね、ちょっと、はい、なので来られる方は渋滞などを気をつけて余裕を持って来られるようにしてください。ということで、シート張り行ってきます。シート張り行った後ですね、ちょっとまあ涼しい場所に行くということで、ちょっとGアウトレットとか、まあいろんなところにね、行きたいと思います。Gアウトレットでゆっくりしたいと思います。はい、ということで行ってきます。ここで大チャンネルマンはタピオカミルクティーを飲むことに。まず一口目、アイスミルクティーを飲んだんですが、一番下にアイスがあり溶かしながら飲むという感じです。もう一口、ちょうどですね、タピオカのサイズも良くてですね、非常にバッチグーな感じです。美味しい。はい、負けてしまいました。広島1、浦和レッズ4の声張ってください。声張ってください。はい、ちょっと声がかかります。ですね、いっぱい声出してください。前半1点取られて、はい、で、まあ、千葉選手が1点を取り返したんですが、その後、浦和レッズさんの、興梠選手の1点、そして宇賀神選手の1点で1点と、あと誰最後わかんないんですか。最後興梠、興梠、興梠選手、宇賀神、はい、最後ファブリシオです、ね、ファブリシオですよね。はい、あなた知らないんですか。はい、いや、まあ僕、はい、まあ応援してたんですけど、まあ、はい、まあ、応援の、まあ、勢力は良かったと思うんですが、その勢力というか、まあ、はい、浦和レッズさん、サンフレッチェにゆかりのある選手いっぱいいるんですけど、はい、そのブーイングに負けないような声援を送ってほしいと思います。いや、僕はまあゴールラで見たんですけど、はい、まあ次今切り替えしかないな。まあ、4点取られたらしゃあないんで、はい、前半戦勝ってますし、浦和に、はい、まあ、今回もしゃあないので、はい、切り替えて何戦でしたっけ。次はマリノスですよね。マリノス、水曜日、アウェーアウェーマリノスなので、まあ、切り替えることが大事です、まあ、勝つしかないです、はい、この試合は勝ててないので、この試合はもうこの試合で負けとして名古屋と浦和に勝ってないので、はい、この負けを引きずらないように次の試合勝って、そしてこの4対1というスコア、はい、をホームでやらせないために、なんとか一丸となって、はい、戦いましょう。なんとか東京が負けてくれてるので、はい、なんですか。その次はですね、ホーム8月5日、湘南戦ですね、はい、あります。はい、関節かどうか分からないですが、分からないですけど、皆さんでサンフレッチェを後押ししましょう。テレビや何でもいいです、もうサンフレッチェをとにかく後押ししましょう。以上で終わります。台風が近づくんで、皆さん気をつけてください。はい、気をつけましょう。いやいやいや